お手玉は、松本清長の短編小説。小説新潮1978年8月号に、清長短編新集第7話として掲載され、1979年12月に、短編集、インカの飾り収録の一作として、新潮社より刊行された。1986年にテレビドラマ化されている。の富子は、東北地方の温泉地で、 料理屋を営んでいたが、客あしらいは達者なくらい慣れていた。夫の英治が心臓病で倒れたため、臨権から田原康夫が、調理人として入った。やがて英治は、病床ではなく、2階に上る橋五段から転落して、絶命した。富子は9つ年下の康夫を老落しており、康夫は、自分の家に帰らなくなった。康夫の妻も気が弱く、 富子に対して懇談することしかできなかった。続けて富子は、信用金庫の理事長を出資者に引き入れたが、やがて、富子と理事長は2階に泊まるようになった。安尾は、富子と理事長が金で結びついた関係とありきることが、できず、その反問は、誰の目にもわかるようになっていた。ある朝、安尾が料理あうチの小屋で死んでいるのが発見される。 1986年6月16日、関西テレビ制作、富士テレビ系列の松本成長サスペンスインカの飾りの一作として、光栄。ありがとうございます。